どこにでも行けるならどこを旅したいですか？どこにでも行けるなら今ちょっとこういう時期ですけど、海外でもいいです。答えやすい。ああ、誰も見たことがないところにゆっくり散歩したい。まあ、音楽聴きながら。すごい。北極とか？北極とかでもいいし。北極散歩したい。でも誰も見たことがないっていうより、まあ、とりあえず自分が全然知らない場所を行って、はい、歩くだけがすごい好きだから。街並みを見ながらみたいな。じゃあ今日じゃん、それ今日。わそう、そののんびりする自分の時間がすごい欲しくて。あ、一人で？一人で、誰かと散歩するとかでもなくて、もう一人だけでゆっくり音楽聴きながら、自分の好きな音楽を流しながら、流しながらゆっくり歩きたい。じゃあもう言うたらここでもいいわけですね。そこでもいい。東京ここコスパいい。コスパいいよ。東京とかだから初めて来た時ってめっちゃ好きで。一生2時間3時間も余裕で歩けるし。すげえな。旅したらいいんちゃう将来。ああ、旅したいな。旅人。どこに旅したい？いいじゃん、いいじゃん。そうそうそう。いろんなとこ旅したいんだけど、なんか旅しちゃうと。はい、チンコ触られるかと外の音がこの YouTube の後にね邪魔されてるあれなんで、もうチューバーしてんじゃねえよよしカットしとこうそうか、うん、なるほど。いろんなとこ行きたい。いいね、いいっすね。なんか行きたくなってきたよ。確かに。でもやっぱり表参道が一番いいな全然日本でもやっぱりその自分を知らない女の子、マジでもうそっち系やもう木原さんと同じタイプできたまあでもまあ分かります。いやすごい、はい、多分自分の中で幸せを感じる時って、うん、人肌を感じてる時なんだよ。いやらしい意味とか全部なくて、うん、その普通に誰かと一緒にいて、はい、くっついてるのがめっちゃ好きだから。ですってマットさん、今日もう襲いましょうよそうそう、あーでも気づいて、だから普通に寝るだけじゃ足りないから、あー寝るだけじゃ足りない。なんて言うんだろう、寝るだけっていうか一人で寝る、すごい寝るのは好きなんだけど、一、はい、人で寝るのすごい好きなんだけ ど、はいだけど、はい、普通に誰かと一緒に寝た方がすごい、うん、なんか寂しくないし。あー今日木原と寝れてよかった。肌触れてないからね、人肌がない。え、あ、そっか、言っちゃダメなのか。おー変な雰囲気だよ。どっちも得せんっていうこのボケどっちも得せん。めっちゃボケ残ってる気がするよね、俺どっちも得しないから。そうそう、ブランド下げていくチャンネルこれがアスリートのリアルです逆にこういうね、なんか流行が発生しています。はい、コアな部分を知ってファンが増えるかもしれないですね。ああ、そうね、会社的に SG かもしれない森谷さんにとってモチベーションは何ですか？あ、モチベーション何を原動力に。あ、聞きたいな、はい、そこはアスリートとして聞きたいな。あ、例えばというか陸上とかに置き換えると、やっぱり何が一番楽しい、やっぱり今まで自分ができてなかったことができるっていうのがすごい今の自分の中でも、うん、そのすごいモチベーションで、うんうん、やっぱりそのできなかったことに対してやっぱりそういうアプローチをかけていくと、やってどうやったらやっていくのかっていうのがすごい楽しくて試行錯誤していくっていうところが、そうそう、それを考えている時とか、まあ、それをしっかり成し遂げた時とか、まあ、そういうところはすごいもう次の目標に向かってのモチベーションにつながってくるから、そうそうそう、そういうのはかなと思ってるの。目標達成、そうそうそう、目標達成と目標達成に対するアプローチの仕方っていうのはやっぱり一つじゃないから、その人にとっていろいろあるから、それを探り探り自分で失敗しながらもやっていくのがすごい楽しい。うん、ああ、ギャップがすごいいい話するんだ。いいっす、木原浩太とは違う、全然違いますね、入れとこなんか好きな映画とかありますか？好きな映画、
僕ら深掘らないですか、ね、1個聞いて、はい、1個聞いて、はい、みたいな。繋がってるかもしれへんね、でも、はい、そういうの出てくるかもしれへんね、性格が好きな映画。確かに映画自体はあんまり見に行かないよね。まあ、そうなんだ。見ないですよね、映画とか。見ないよね、そもそも。映画眠たくなっちゃうから寝ちゃうんだよね。そう、寝るのが好きやから。そう、人と寝るのが好きやから繋がった誰かと映画見に行っても誰かといることがすごく嬉しくて、あ、映画はあんまり集中できないよね。あ、なるほど。今までやった中で一番クレイジー、やっぱ今まで一番クレイジーなのは2019年2月 AM1 時、 AM1 時、某大学の改修工事が終わった次の日の。ああ、次の日だったんだ。あれ改修工事が終わった時のあれじゃない、はい、ちょうど初めて自分たちが走るみたいな。ああ、そうだったんですね、あれ。確か全然知らなかった気がする。1年初めて使えるみたいな。あ、っていうの話聞いたよ。ああ、800m ね。僕の後輩たちと森谷さんと中地で、そう、雨がちょっと降ってる。ああ、めっちゃ寒かったですよね。もちろん2月なんで。何かがバチンバチンと音を鳴らしてました。後ろで見ててめっちゃ笑いながら走ってましたもん。でも実はその競技を始めたのってマットさんなんすよ。今バレた。マットさんが 400m でやってるんですよ、真冬に。ミキヤさんとか。あれが一番クレイジーじゃない。はい、あれはまあクレイジーでしょ。あれクレイジーですね、確かに。あれクレイジーでしたね。あれめっちゃ楽しかったな。いや、あれめっちゃいい思い出じゃないですか。いや、めっちゃいい思い出だけど、はい、めっちゃクレイジーでしょ。人生の中で多分ファイルクレイジー。確かに。なんかそうクレイジーな話ができてよかったですよね、本当に。できてよかったですよね。なかなかしないじゃないですか、他の大学って。なかなかしないよね。ちょっと怒られる。ビビりながらしたけどね、みんな。はい。寮が PL だったんで、マジでなんか、終わった瞬間、はい、皆さん、こっち来てください、みたいな。急に真面目になって。あ、真面目ない。寮 PL だったんで、その時。PL だだから、見つかったらあいつが一番責任じゃないですか。勝負やばいだろうね。確かに。でも面白かったら幹部会で勝てるね。でも森谷さん2分で走ったんですよ。はいや。2分00秒。世界記録だね。あ、それ種目化したらいいやん。いや、もう捕まりますよ。はい。あ、そっか。ここでもう質問コーナーこうすればいいのか。うん。じゃあ、とこだけでいいし、なんか当たり障りのないところから聞いていきますね。うん、当たって触って、もっとちょっといろいろと蓄えてやばいところに入ってくるね。カットしとこ